一つ上流は浅すぎるから、この筋今日の一つ肝になるかもな。後半のキーポイント。ちゃんとね、昨日の夜巻き替えてきたから、もうバンバン抜くよ。今日は。ちゃんとフロロマイスター入れ直しましたんでね。安いからね。で今んとこ一回もそんなに自分のミス以外で嫌な思いをしたことがない。サンラインのとか苦手なんだよな。おっしゃ、でかいかも。わかんない。枝に巻かれてるのか。でかい。でかい？でかいかも。すごいでかいかも。バレんな。お、超でかい。よっしゃ。よっしゃ。いただきまんも。でかい。でかい。うん。ジグスとね、コンツアージグにブルフラットの 4.8 で、ね、さっきちょっといいサイズが釣ってから結構早いタイミングで食ってくれました。タックルはね、グラビアスにレジスタの 70H でフロロマイスターの16ポンドでダンダンね。あ、取れた。クッポイした。あ、でもそんな、さっきと刻んできた。46?46。あー、もっと大きいかと思ったけど。太い、でも、太いより。うん、ありがとう。幸運の女神さん、後ろに乗っけてますんで、今日も絶好調でございます。じゃあ、逃がします。はい。こっちで逃がします。ありがとう、46。そう、これね、グラビアス。もう、今ね、ギアヒ8のモデルと、モデルと、まあ、6、7、8ってギアヒがいろいろ出てるはずなんで、超ね、トラブらないで、あとドラグがね、いいから、今のもすごいドラグを効かしたファイトで、うまいことバレないで取れてくれました。で、タックルは、コンツアージグに、フルフラットの 4.8 コーラカラー、こんな感じのでやってみております。じゃあ、頑張ります。